まだ見つからないのか。すいません、大頭。あのコソ泥、すばしっこくて見失いました。私たちは盗賊団だぞ。お宝を盗まれるなんてあっちゃならねえ。コソ泥はまだこの砦からは出てないはずだ。絶対に捕らえろ。はい。大頭、大変です。今度は何だい。武装した一団がこの砦に向かってきてます。かなり強そうです。次から次へと面倒なことが起き上がる。今日は役日だね。だがこの危機は必ず乗り切ってやる。戦闘班は配置につけ、迎撃態勢。シーフは直ちに宝物庫に向かえ。お宝が奪われないよう回収して避難だ。了解っす。今後盗賊団が悪いことをしないようにこの地の衛兵にきちんと引き渡しましょう。あなたたちとっても強いのね。よかったら私をあなたの仲間にしてくれない。仲間に。ですが私たちについてくれば先ほどよりも苛烈な戦場に赴くことになります。あなたにとっては危険な旅になると思いますよ。私こう見えて戦闘の心得があるのよ。自分のことは自分で守る。足手まといにはならないわ。それに私他に行くところがないの。家族と離れ離れになっちゃって。家族と。一人は心細いし、あなたたちと旅をしていればいつかみんなと再会できるかもって。わかりました。そういうことなら私たちについてきてください。私は神竜、これからよろしくお願いしますね。神竜様。あなた神竜様だったの。これは商売繁盛の予感と。私の名前はアンナ。気軽にアンナさんって呼んで。これからよろしくね。無事に国境を越えられたね。ここがブロディア王国だ。聞いていた通りフィレネとは違いますね。険しい岩肌の土地が広がっています。伏せるんだ。敵襲か。何者ですか。それはこちらのセリフですよ。国境を越え侵入してきたのはあなた方です。名乗らないのなら賊とみなし討伐します。次は当てますよ。私はリトスの地より参りました、神竜です。僕はフィレネ王国第一王子アルフレッドだ。神竜、フィレネ王国王子。そうです。突然撃ってきて。あなたたちこそ何者なんですか。すみませんでした。神竜様とフィレネ王子様だったとはいざ知らず攻撃して申し訳ありません。あ、いえ。見事な土下座だ。下級の国境兵か。お、待ってくれ、なんだか見たことのある顔だ。君は、いや、あなたはもしかして。僕はブロディア王国第二王子スタルークです。王子様。やはりスタルークは王子でしたか。はい、名乗るのが遅れてすみません。あ、こっちは進化のラピスとシトリニカです。ごきげんよう、神竜様方。ブロディアへようこそ。ようこそ感が全くありませんね。すごく警戒されています。
少し気が張っていたんです。ずっと化け物を討伐していましたから。あなた方ご一行がいらっしゃることと、その事情はイブ女王からの書簡により存じ上げておりました。父であるブロディア王モリオンの勅命で国境までお迎えに来ていたのですが、待てど暮らせど来るのはほとんどが化け物、たまに人間が来ても賊ばかりで、自衛のため討伐をし続けていたらあなた方にも威嚇を行ってしまいました。そういうことだったのか。いろいろあって遅くなってしまい申し訳ありません。しかし先ほどの件、もし矢が当たっていたら国同士の問題になっていました。気をつけてください、スタルーク王子。はい、本当にすみません。スタルークは悪くないわ。分からなかったんだから仕方ないわよ。あなた方こそもう少し王族らしくきらびやかにお越しになればよかったのでなくて。矢が当たっていればどの道この武力の国ブロディアに入る資格はありません。弱ければ奪われる、それがこの国の掟です。フィレネ王子の実力もここで測りましょうか。なんだって。ごめんなさい、我が国は実力主義がちょっとばかり行き過ぎていて。安心してください、フィレネ王子の実力はよくよく存じ上げております。ああどうもありがとう。すみません、すみません、謝りついでに迎えが僕なんかですみません。顔を上げてください。王子自らのお出迎え感謝しています。本当ですか？僕で本当に嬉しいですか？もちろんですよ、お会いできて光栄です。ああいい人だ。神竜である上に性格までいいなんて。でもその分僕の薄汚さが露呈するので、あまり輝きを放つのはやめてください。はあ。それではブロディア王城への案内をいたしますね。僕についてきてください。もうすぐグランスール大橋に着きます。そこを越えればブロディア城ですよ。わかりました。神竜様、イブ女王の書簡に記載があったのですが、イルシオンが邪竜を復活させたというのは本当の話なのですか？はい、以前戦ったイルシオンの兵が言っていました。やはりそうですか。ブロディアの兵からも遭遇したイルシオン兵が邪竜復活をほのめかしていたという報告があったんです。まさか隣国がそんなことをするなんて。邪竜を倒すには指輪が必要なんですよね。我が国に伝わるのは若き獅子の指輪です。若き獅子の指輪。赤い石のついた勇ましい雰囲気をまとう指輪なんですよ。兄第一王子ディアマンドは近頃その指輪から声が聞こえると言っていました。我が兄ながらすごいお方です。僕はあの人の弟で幸せです。お兄さんのことがお好きなんですね。はい、強く聡明で威張ったところがなくて、国王や民からも認められている魅力的な方です。でその残りカスが僕です。そんなに卑下されなくても。見えてきました、グランスール大橋ですよ。今日はやけに兵が多いな。いや、あれはイルシオン兵です。橋がイルシオン軍に占拠されています。ああやっと来た。この私を待たせるなんていい度胸ね。誰です？私はイルシオン王国第二王女オルテウシア。皆さんこんにちは。イルシオン第二王女。ああもしかしてあなたが神竜様？はい。やっぱりすぐ分かったわ。他の人より綺麗だから。神竜ってルミエルだけだと思ってたけど他にもいたなんて最近まで知らなかったわ。へえ、珍しい色違いの瞳。
近づかないでください。邪竜を復活させた悪しき国の者が神竜様に近づく資格なんてありません。邪魔しないでよ、ブロディア王国第二王子。悪しき国はそっちの方でしょ。だってお父様が言ってたもの、ブロディアは欲深く野蛮な国だって。私もブロディアは嫌い。領土を広げようとしてしつこく侵略に来るんだもん。それって本当にとっても迷惑なの。兵士や民たちがどれだけ傷ついたか。ブロディアはただ領土が欲しくて侵攻しているわけではありません。イルシオンの怪しい動きから自国を守らないと、民を脅威にさらすわけにはいきませんからね。それで今日は仕返しのつもりでブロディア侵攻に来たのですか。まさか、この私がショーでそんな大それたことできるわけないでしょ。私は指輪を奪いに来ただけ。イルシオンをお父様のご命令でね。国王がそんな命令を。そう、分かったら持ってる指輪全部出して。そしたら殺さないでいてあげる。お断りします。ああ、めんどくさい。いっぱい指輪が手に入ると思ってこっちを選んだのに、ブロディア城の方に行くお姉様が羨ましくなってきちゃったな。それはイルシオン第一王女がブロディア城を襲撃するということですか。あ、これ言っちゃダメだったっけ。大変です、早く城に戻りましょう。通すわけないわ。指輪を持って帰ってお父様に褒めてもらうんだから。イルシオン兵たち全軍出撃。殺しちゃっても構わないわ。指輪を全て奪いなさい。そろそろ本気を出そうかしら。神竜様これを見たら驚くだろうな。そっちの指輪と同じ力を使っちゃうんだもん。これは紋章師。どうしてです。私は権限させていませんよ。びっくりした。紋章師を権限できるのはあなただけじゃないのよ、神竜様。邪竜も同じように紋章師を権限できる。この指輪はドンブル様のお力を受けているわ。帝王女の指輪とっても綺麗でしょ。それは母さんが守っていた指輪です。返してください。絶対ダメ、今はイルシオンのものだもん。でも見せてあげるだけならいいわ。ほら近くまで来て私と遊びましょう。なんて逃げ足の速さでしょう。橋周辺は損傷が激しいようだ。立つのは安全な道が確保でき次第になるね。聖王者の指輪取り返せませんでした。こちらの指輪も奪われることはなかった。それに君自身も無事だったんだ。今はそれでよしとしよう。そうですね。リトスから奪われた指輪が全てイルシオン王国にあるのでしたら、イルシオン側には今少なくとも5つの指輪があるということですな。5つ。はい、あの時リトスより持ち去られた指輪は4つ。剣王の指輪、青き風空の指輪、導き手の指輪、そして先ほどオルテンシア王女が持っていた聖王女の指輪でございます。それに加え、もともとイルシオン王国に託されている指輪が1つあるはずですので。なるほど、それで5つですか。イルシオンに伝わる指輪は何なんでしょう。それなら僕がわかります。イルシオンの指輪は確か草原の公女の指輪、王の気に入りの指輪らしく、資質の外に出すことは滅多にないとか。資質とは珍しいね。フィレネでは広間に大切に置いてあったから。ブロディアではどうなんだい。こちらも同じく広間に安置してあります。
それよりまだ道の確保には時間がかかるのでしょうか。ブロディア王女が心配です。そろそろ兵たちが見回りを終えて戻ってくるはずだよ。すぐに立てるよう準備をしておきましょう。もし父上と兄上に何かあったら僕は。いた、そこよ。残り一体。これで最後。これでこの村は大丈夫。でもこんなんじゃ足りない。きっともっと強かったはずよ。私もそんな風になりたい。会ってお話がしたい。あの時言ってくれた言葉は今も忘れてないのに。どこにいるの、お姉ちゃん。着きました。あれがブロディア王城です。見たところイルシオン兵はいませんね。よかった、襲撃はまだのようです。城門の前に誰かいますね。見張りの兵ではなさそうですが。まさかやっぱりイルシオン兵が。いえ違います、あれは兄上です。僕たちを迎えに来てくれたんですよ。待っていたぞ、神竜様。私がブロディア王国第一王子ディアモンドだ。あなたのお噂は耳にしている。お会いできて光栄だ。こちらこそ、お目にかかれて嬉しいです、ディアマンド王子。それからフィレネ王国のアルフレッド王子、遠路はるばる我が国にようこそ。事情はイブ女王の所管で存じ上げている。お会いするのは本当に久しぶりだな。今が戦時というのは悔やまれる。スタルークもご苦労だったな。国境までの道は険しかっただろう。いえ、それより兄上、ご報告が。グランスール大橋にてイルシオン第二王女率いる部隊の襲撃に遭いました。何？敵部隊は何とか退けたのですが、そこで聞いた話によると、イルシオン第一王女はブロディア王女の襲撃を画策しているようです。狙いは我が国の若き獅子の指輪。このままでは危険かと。すぐに守りを固める必要があるな。報告感謝する。この件父上にも伝えよう。皆城の中へ。何事だ、皆そんなに怖い顔をして。父上、なぜこちらに。お部屋でお待ちいただいていたはずでは。そろそろスタルークが戻る頃かと思ったら、いても立ってもいられなくなってな。予感は当たっていたようだ。よく戻ったスタルーク。ただいま戻りました。迎えはいいですが、むやみに城の外に出られては危険です。前も何かと理由をつけては外で鍛錬ばかり。そう小言を言うな、ディアマンド。可愛い息子の出迎えをするのにいちいち怒られてはかなわん。それに今回は大切なお客人がいらっしゃるだろう。ご挨拶が遅れて申し訳ない。ようこそ神竜様。そしてフィレネ王国のアルフレッド王子。わしがブロディア王国の国王モリオンだ。はじめまして。まさかわしが生きているうちに神竜様と話ができるとはな。せっかくの機会だ、歓迎の手合わせを。父上、今は悠長なことをしている場合ではありません。スタルークからの報告でイルシオン兵の襲撃があったとのことです。おう、イルシオンの者どもか。
さらにイルシオン第一王女がこの王女を襲撃する画策をしているとか。ついに仕掛けてくる気か。よかろう。兵たちよ、急ぎ城の守りを固めよう。はっ。情報感謝するぞ。よくやった、スタルーク。そんな僕なんかにもったいなきお言葉を。お前のその卑屈なところは本当に治らんな。モリオン王、来た早々で申し訳ないのですが、ご協力いただきたいことが。紋章師の指輪だろう。あ、そうおっしゃると思って指輪はここに持ってきておる。若き獅子の指輪をな。これ受け取れ、ディアマンド。父上、投げないでくださいよ。そのまま大切に持ってくる。いいですね。手厳しいな。あの、アルフレッド。なんだい。モリオン王、気の良さそうな方ですね。イルシオンに侵攻していると聞いていたので、もっと怖い方なのかと。あれは身内や味方に見せる顔だよ。普段は情に厚く温厚なお人柄だが、戦場では鬼神のようだと聞く。敵に回すと恐ろしいよ、あの方は。まったく、父上には困ったものだ。さあ、神竜様、指輪をお渡しします。ありがとうございます。で、これをどうするのだ。指輪に宿る紋章師を呼び出します。立ち向かえ、封印のエンブレム。僕はロイ。こうして呼ばれたということは、また戦が始まったんだね。指輪から人が。なんと神々しい。我が王家に託されし指輪にはこのような紋章師が宿っていたのだな。さすがは神たる竜のお力だ。礼を言う、神竜様。報告です。イルシオンのものとみられる竜騎兵がブロディア王女に接近中。弓兵部隊の攻撃をかわし、こちらへ向かってきます。イルシオンの兵が来たか。神竜様、この指輪、今は私に託してくれないか。城を守るため力を借りたい。わかりました。私はイルシオン王国第一王女アイビー。あなたたちの指輪とその命いただくわ。アイビー王女、ここまでやすやすと侵入するとは。投降するなら今のうちよ。じきにイルシオンの兵たちがここに来るわ。それは腕が鳴るな。父上は城の中へ。なぜだ。父上にもしものことがあれば国は終わりです。ここは私たちにお任せを。こうなっては言っても聞かぬか。仕方ない。ディアマンド、スタルーク、決して死ぬなよ。はい。もちろんです。あなたは神竜様。はい。妹の言っていた通り、なんて綺麗。お会いできて嬉しいわ。この指輪も喜んでいるわね。それは剣王の指輪。お父様が与えてくださった私の力よ。この力で私はあなたを殺さないといけない。悲しいことだわ。そんなことはさせない。倒れるのはあなたの方だ、アイビー王女。投降はしないのね。
く残念だわ。では攻撃準備を。こちらも行くぞ。奪われた指輪を取り戻します。今度こそ必ず。取り戻しました、剣王の指輪。今は邪竜の力で権限しているようですね。このままでは使いこなせません。私の力でもう一度権限します。解き放て、系譜のエンブレム。僕の名はリーフ。あるべき姿で戦えること感謝するよ。奪われた者たちを取り戻すため僕も力になろう。リーフ、ありがとうございます。なんてこと、私が失敗してしまうなんて。ここまでだ、アイビー王女。身柄を預からせてもらう。そうはさせない。私にはまだすべきことがあるもの。待て、どこに行く。追いつけません。国境警備兵より伝令です。どうした。イルシオン王国から新たな軍勢が。将はイルシオン王国のハイヤシンス王、自ら軍を率いているとのことです。おお、自らだと。はい、ハイヤシンス王はモリオン王を出せとのことで。王子ぬのは王の名が廃るな。出向かねばなるまい。父上、まだ伏兵がいるかもしれません。中に。よい、伏兵が出ればわしが戦う。ハイヤシンス王に伝えよ、国境にて待てと。ダメです。国境に行くことは考え直してください。子が親を守ろうとするな。気になってはいたのだ。前から多かった小言が最近特に顕著なことをな。何を恐れている。戦か敵か、国が制されることか、それとも王を失うことか。王を、いえ、父上を失うことです。兄上、私は幼い頃より次期国王だと、モリオン王亡き後ブロディアを支えるのだと言われ育ちました。幼き頃よりずっと父上がいなくなった後を考え生きてきた。しかし邪竜が復活し、戦が大きくなり、その未来が目前に感じられるようになり、私はそれが恐ろしいのです。大丈夫だ、イヤマンド。死んだら死んだでどうにかなる。父上、お前はわしを信じておらんのか。わしは信じているぞ。わしがいなくともこの国は平気だと。お前がしっかりと後を継いでくれるのだとな。だがお前はわしを信じていないようだ。こいつは負けると思っている。弱くて負けるから守らねばと思っている。若造がとんだ思い上がりだ。それはイルシオンは王自ら出向き、勇敢にも呼びかけている。俺に応じぬのはブロディアとしてどうだ。こちらは何度もイルシオンに攻め込んでいたのに、呼びかけられた途端に隠れてはただの卑怯者だ。よいか、ディアマンド、わしは勇敢に戦い散ることは怖くない。それよりも恐れをなして逃げたと追徴されることの方がよほど恐ろしい。お前はどう思う、スタルク。はい。わしに加え、さらにディアマンドに何かあったら、お前が国を治めるのだぞ。父上、スタルクにそのような話は。そんなことにはなりません。兄上は僕がお守りしますので。必ず。スタルーク。うむ、その息はよし。ディアマンド、お前も恐れるのはやめろ。
我が武力の国に恐れなど必要ない。恐れをなして進むことを怠れば、それはもうブロディアではないのだ。というわけで、わしは国境に行く。仕方がありません。私も覚悟を決めるしかないですね。参りましょう、皆で国境へ。イルシオンに我が国の覚悟を見せてやるのです。では決まりだな。わしはこの城に戻ってくるとも。生きて強者たちと手合わせをしたい。もちろん神竜様ともな。私とですか？さぞかし強いのだろうな。こうどでかい竜になってガーッと。竜、どうした？いえ、おっしゃる通り、どでかい竜になるかもしれませんね。おお、そうか、楽しみだな。神竜様と戦うのは私も興味があるな。帰ってきたら父上の次にぜひ一戦交えたい。では出立の準備を。うむ。そういえば私、竜になれませんね。母さんは白くて大きな竜に変身していましたが、竜になる方法も忘れているせいなんでしょうか。少しの間留守にするが、城を頼んだぞ。承知いたしました。モリオン様、ディアマンド様、スタルーク様、我らブロディア王城兵にお任せくださいませ。城を守り幾年月、我々の実力は王の不在時も変わることはありません。必ず戻る。その折には皆に地層を振る舞わねばな。それは楽しみですね。ご帰還をお待ちしております。おう、ご分を。うむ、行ってくる。行ってまいります。挨拶は済んだようだね。行きましょう、イルシオン王国との国境に。ディアマンド、モリオン王は？ハイヤシンス王のいる地点へと向かった。私たちは後方待機との指示だ。わかりました。それからこれを返しておく。若き獅子の指輪、モリオン王に渡さなかったんですか？受け取ってくれなかったんだ。もしもの時に敵に奪われてはいけないからと、神竜の元に戻るよう言われたよ。ですが、父上は正々堂々と勝負をしたいんだ。指輪が卑怯な力だと言っているわけではない。しかし武力の国として私たちにも矜持がある。こういった場では何の力も借りないと。どうか父上の思いを汲んでくれないか。わかりました。しかし相手に同じ矜持があるかは分かりません。万一の時のため、私たちはすぐに加勢できる場所にいましょう。ああ、そうしよう。始まるようですよ。我が国に攻め込んでくれた礼、今こそさせてもらおう。その兵たちで我がブロディア軍に勝てると。イルシオン軍にはソンブル様のご加護がある。貴様、どうした、邪竜の過去とはこの程度か。あのお方はまだ本調子ではない。儀式を行わねば。儀式？
ソンブル様が力を取り戻されるための儀だ。それには王の生き血が必要でな。貴様を2位としもらい受けるぞ。何？先に戻っていますね、ハイアシンス様。やつら、シュエを連れ去る気か。させません。ここは通せない。アイニー王女。そのままやつらの足止めをせよ。はい。時にアイニーソングル様より賜った剣王の意味は守れなかった失態は分かっているな。失ったのなら自分で取り戻せ。私が国に戻る間、つつがなく務めよ。そう、時間を稼いで死ねということ。それでもお父様のためなら。足止めをする気か。早くハイヤシンス王の後を追いかけないと。モリオン王が。私の負けよ。殺しなさい。いいえ、命は奪いません。甘いことを。ここで殺さないと国に帰ってまた襲いに来るかもしれないわよ。それはできないはずです。国には帰れない。そうでしょ。どうして。あなたは指輪を持っていませんでした。勝たせるつもりなら王は指輪を持たせたはずです。それにあの天候で、あの場で、王女であるあなたが足止めをする必要はなかった。つまり私には理解できませんが、ハイヤシンスはあなたを捨て駒として扱っている。そうかもしれないわね。それなら今ここであなたの命を奪うことは無意味です。アイビー王女、私はあなたを殺しません。死に救いすら求めさせてくれないのね。ひどい人。でもやっぱりあなたは私の神様だわ。え？何でもないわ。見逃してくれるということでいいのかしら。はい。それなら代わりに情報を差し上げるわ。モリオン王がどこに何のために連れ去られたのかを。頼む、教えてくれ。お父様、ハイヤシンス王は蛇竜が力を取り戻すための儀式をしようとしている。儀式？ええ、蛇竜を目覚めさせてはいいものの、まだ満足には動けない状態なの。かつて神竜ルミエルの施した封印の効果で竜化どころか立つことさえ叶わないそうよ。12の指輪があれば一番いいのだけれど、すぐに集めることは難しい。そこで指輪に代わる方法として、イニシエの儀式で仮初めの力を取り戻させることにしたの。王の生き血を贄としてね。何だと。生き血って、それじゃあモリオン王はソンブルに捧げるために連れ去られたのよ。最初からそれが目的だった。そんな。儀式の場所はイルシオンのデスタン大教会。行くなら急ぎなさい。それからくれぐれも気をつけて。蛇竜が復活してからお父様は変わってしまったわ。わかりました。私が知っているのはここまでよ。行きましょう、ゼルコバ。花月、これからどこに。今はどこにも組みせず自分にできることを探すわ。また会うことがある。その時は敵でないことを祈るわ、神竜様。私たちはイルシオンに。ああ、急ごう。イルシオンに入ってから
雪がさらに強くなってきました。大教会はこちらで合っているんでしょうか。わからない。この雪じゃ方向がつかめないよ。迷っている暇はないというのに。おい、前に誰かいるぞ。まさかまた敵が。え？ベイル？知り合いか？友達です。ベイル、どうしてこんなところに？わからない。わからないって、知らないうちに国境を越えたって言うんですか？そっちこそどうしたの？困ってるみたいだけど。デスタン大教会に行きたいんです。でも吹雪で道に迷ってしまって。大教会ならあっちだよ。わかるんですか？もう結構近くまで来てる。あの一番高い木を目印に進めばいいわ。ありがとうございます。この前包帯を巻いてくれたお礼だよ。あの時のあなたの手、暖かかったな。あれ？そういえば指輪なんてしてたっけ？はい、とても大切なものなんです。この前は気づかなかったわ。すごく綺麗だね。本当に綺麗。ベイル？もう正直指輪。ベイル？行くんですか？一人では危険です。見失ってしまったね。探している時間はない。こうしている間にも父上が。そうですね、急ぎましょう。ベイル、あなたは一体。